ヤウ新平太だぜぜぜぜ。はい、今日なんですけども、はい、久しぶりにこの企画を持ってまいりました。プロのラッパーならライムだけでラッパー当てれる説です。ラッパーはライムだけで当てれるよ。まあ、でも特徴ある人やったんじゃない。まあ、まず難易度ちょっと、うん、まあちょっと何て言うんですか、ジャブなものから。ライムを言われてその人を当てればいいわけでしょ。そうです、うん、余裕ですよ。カモン、いきますよ。はい、第1問参ります。はい、まあまあまあそっちは内緒だな。イエーイ、言い方がムカつくな。もうはい、いいよ。はい、まあまあまあ、うん、巻いちゃおうかな。これはサトル正解。ライムの踏み方っていうかセリフで覚えてるんですけど、はい、趣旨違くない。まあまあそうですね、ちょっと趣旨違うんで、うん、そうだね。まあ、でも入りとしては、うん、分かりやすいものからやってまいりました。ちょっと読み方も寄せてる感じなの。あ、そうです、確かごめんなさい、寄せちゃいましたね。もうなんかあの淡々と読んでくれれば。あ、確かにそうです。第2問参らせていただきます。シマンチュヌ高菜な宝ならば沖縄だけど、お前は老いたが少々過ぎたようだな。俺を本気にさせたな。お前はハゲタカのようにあっという間に食い尽くされちまう。金がないところから俺はずっとストリート上がりだ。え、ライムじゃないじゃん。あ、そうです、名バースですね、確かに。このバースから当てると、ちょ、もう一回読んでもらっていいですか。俺を本気にさせたな。そんなフリーザみたいな人いました。俺を本気にさせたなみたいな。え、2問目でこれ、これ有名バース。そうなんですよ、有名なバトルですね。このバースがゆえに有名になってるわけじゃないでしょう。あ、ではないですね。もうお二人とも有名な方同士のストリート上がりのフリースタイルバトルが沖縄だったら、え、全然わかんねえこれ。関 AK 神。違います。違いますと、はい、うん、対戦相手のその直前のじゃあバースをご紹介させていただきますね。よ、うんうん、未だ伐採中、ダサいチューンなんていらない、ここにはな。そう、俺らは日本人、ジパングの刀、日本刀を切り回すシマンチュヌ宝。これわかんないっていうのに対して、あのシマンチュヌ宝ならばと返してます。ストリート上がりで、いや全くわかんないわ。半目見当がつかないですね。こ、正解の方発表させていただきます、うんうんうん。ワニュードさんです。ワニュード、はい、これ R 指定さん VS ワニュードさんのバトルのアドレナリン2014です。うん、全然知らんわ。俺でわかるやついんの？それバース知らなきゃ無理じゃん。じゃない、はい、ちょっとやっぱストリート上がりっていうところでしかないですね。いや、ヒント少なすぎるだろ。これでワニュードのバースだろこれってなるかい。ちょっとなんか意義があるな。意義あります。次の、じゃあちょっと、あ、これはでも答えて、ぜひ答えていただきたい問題ございますので、次の問題行かせていただきます。はい、唯一無二、うん、それじゃ無理、うん、俺のクイズに勝てるのかな、スクイズに頼ってる、うん、テレビに出た、メディアに出た、うん、どうした、芯がぶれた、戻ってきた。俺、ちなみに判断理由は、いや、なんかその、はい、唯一無二クイズとかスクイズとかさ、はい、その辺がなんか無理くり俺っぽいなっていう感じ。正解です。でしょ、はい、うん、なかなかいないよなって。それならわかるのよ、その踏み方に癖があるじゃん。ただ全く覚えてないですけど。これもうチコさん VS 新平さんの天国第13章でございます。あ、なるほど、はい、全く覚えてないな。では、まあ、次もちょっと若干引っ掛けっぽいですが、行かせていただきますよ。はい、踊りな皆さん、パーティーピープル、そこには今からハリセンボン、今日は愛媛のハイエナに狼の怖さを教えに来たぜ。ゆっくり俺はいつも出てるぜドーパミン、今日はにがりがいねえから代わりに赤い稲妻。これはスクリューと戦ったルードアルファ。完璧ですね。これ俺、はい、バトルを覚えてたから、はい、あ、ルードだなってなるけど、はい、ルードっぽさはゼロじゃん。これはもうあれだよ、ラッパーの癖を当てるとかじゃなくて、ただの俺の知識クイズになってるから、はいはいはい、知らないやつは当たんないってこれ。名バースっていうのでちょっと名バース、ね、持ってこさせていただいたので、だからもう知らなきゃ当たんないじゃん。でも多分見てる方は有名なバースから出るんで、ヘッズの方ならあれねとなると思います。いや別にヘッズじゃないんですよ僕。いやでも最近はあの新名さんもたくさんバトル見てるからね、うん、はい、うん、ちょっとこう有名すぎるものは持ってきてないです、うん、絶意ラインを持ってきてそうだね、はい、続いてまいります。よ、確かにお前は天才だわ、もう目つぶってるが限界だわ、だから分かってるお前の天才肌なんてさらさら興味ねえ、だけど回って打って嬉しいよ、このまま続くぜ何小節、お前のラップはさすごく饒舌、饒舌じゃねえけど出す情熱。さっぱり分かんねえよ。え、そのバースなの、その人を選ぶ。それがいや有名ですねこれは。この特徴はあるんじゃないかなと思うんですけどね。これ特徴はあるっすねこれ。優しい感じのやつなんだよね、プラスライムをしすぎつつ。え、相手誰？相手を言っちゃうと分かりますよこれ。相手を言っちゃうと分かる、分かると思います。
であれば、あの相手のバースをちょっとご紹介します、はい、相手のバースは、よう安くない言葉叩き売り、お前はすぐに抜いちゃうな足立ユミ、お前みたいなもんだよ、それとも荒井ユミ、俺のユーミンリリカルセンスを見せる、よう、こういうライムしかできねえやつがよくいるからぶっ殺す、そう、俺の役目はヘボな種の絶滅、エボラ出血熱エボラ種の絶滅、エボラ出血踏むね、踏むんだけど誰か全然わかんねえな、これ相手も考える問題になってません確かに確かに、もう全然わかんない、それでお前じゃあヒントを、うん、もう一個、うん、アドレナリン2014年ですね、アドレナリン2014年、はい、相手のラッパーのお名前あるして正解です、対する陰の踏み方かゴルビだからこれ戦ってるって知ってないと絶対当たんないでしょ、まあ確かにゴルビーっぽい踏み方ではあるねなるほどね、はい、あの感じがある指定でそれに対して天才だなと認めていると、はい、はいはいはい、続いての問題参ります、うん、だからそれ俺戦ってるレベルの人全員言ってるから全然わかんないな入りが、だからそれ俺戦ってるレベルの人、うん、数がどうのこうの、うん、踏んできた修羅場の数がちげえ、じゃあ俺は質だけでそこまで追いつけるぜ、数字だけで語ろうとすんなよ、そいつが筋って言うんだったら俺は通さなくていい、このエアフォースワンの靴底が見てきたアスファルトの景色をマイクに反映する、普段もっとライムする人だけどライムしてない感じ、これ最後の言い回しがめちゃアウソリティっぽいんだけど、アウソリティ、正解です、ね、でもっと踏んでくるアウソリティじゃないやつなんでしょ、そうです、あ意地が悪いねでもポサは確かに、あ、噛み締めればわかる、ただ俺はこのどのバトルだったかは覚えてないけど、はい、言いそうだね、確かに、はい、こちら戦国 MC バトル第21章呂布カルマさんとアウソーリティさんの決勝戦のバースからそっからせていただいてます、では最後の問題参ります、はい、あの子には俺髪の毛ライターで燃やすって脅されてたから、え、ちょっと待って、あの子には、はい、俺髪の毛ライターで燃やすって脅されてたからから始まる MC バトル、そうです、からというか、あの途中でそれが入ってくる MC バトル、はい、いや知ってるやつ絶対わかるな、ただ俺聞いたことないわ、いやそんなことないです、本当、はい、そんな衝撃的な入りある、だって次参りますよ、マジで俺は後輩のケツ拭くとか関係ないとは言わない、面白いなそいつ、このマジで俺後輩のケツ拭かないとは言わない、拭くってこと、はい、この機会に俺があいつをボコボコに説教してやるぜ、金八先生今日俺優勝絶対宣言でフィニッシュです、いやもう全然話の脈絡が分からなさすぎるんだけど、だいぶラップには特徴があるんじゃないかなと、モノマネしてみて僕ですか、いいっすか、うん、いきますよじゃあ、あの頃は俺髪の毛ライターで燃やすって脅されてたから、金八先生今日俺優勝絶対宣言、金八先生優勝絶対宣言、イエーイ、いらない、それ似てんの、絶対似てそうもないよな、とは言わないのとこもちょっと強調してるっすよね、とは言わない、今日優勝絶対宣言みたいな感じ、金八先生今日優勝絶対宣言、そんな抜けたやつ、そこが抜ける人、話の中身が面白いよね、ちなみにその前のバースはどんなだったのそれなんでそのアンサーが出てきたのかがもう気になってしょうがないんだけどヒントを聞きますか、うん、はい、これあの僕と新平さんで現場にいましたね、最近です、最近、はい、そんなに昔じゃないですよ、あのここ数ヶ月の最近現場にいた、もう破天セブンしかなくない、破天以外もありますね、優勝宣言、え、モノマネしてた、ちょっと、まあ軽くですけどね、モノマネしてた、はい、軽くですけどね、母の子宮じゃない、あー、ではないです、母の子宮だったらもっとモノマネが違うもんな、はい、いやもう全く分かんないわ、これあの国技館の戦国MC バトル第19勝です、国技館でこんな話してた、これラストヒント言うと多分もう分かると思うんですけど、ラストヒントくれ、いいですか、ミステリオくんが相手です、ドタマ、正解です、もうそれはもう、はい、ミステリオと戦ってたの誰かなっていう、はい、あれお前ドタマのモノマネしてた、ちょっと声高くしてたつもりなんですけどね、いやー、はい、もっとあるでしょうあーなるほどね、ドタマって言われる中身の脈略のなさというか、はい、突飛なところ、はい、ドタマなのか、はい、はい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 、いやこのクイズは知らなきゃ当たんないでしょうということで、はい、難しすぎんだろこれ、あの分からないですね、いやちょっと問題提起側に問題があるんじゃないですか、でも8割方正解しました、あ本当、はい、それはもう俺のヘッズ脳の最近の強まりによるものでしかないでしょ、結びつけて無理くり答えてんだからさ、
はい、もうちょっと そのラッパーの特徴が出てるのを持ってきてよ。失礼しました。はい、はい、ということで、ということで、これはもうちょっと不服ですね、僕は。ちょっとしっかりさせていただきます。はい、はい、ということで、しんぺたでした。ピース。東村山に夕日が沈む、あなたを思い浮かべる、あなたはいつも僕らのこと励ましてくれる。